北海道の旭川の橋の上から突き落とした、まあひどい事件ですけど、内田陸容疑者、これ昔からヤバいやつっていうことが書かれている。陸ちゃんのことも知っていますが、話したのはだいぶ昔、最近のことはよく知りません。私がよく知ってるのは一緒に捕まった A 子、あそいつの名前もね一応出てますけど、19歳、私の友達が A 子について警察から事情を聞かれ、それにで逮捕につながったみたいです。まあ、栄光の方は母子家庭ですよね。で、お母さんは全然家にいなかった。そのうち変な奴らとつるむようになったと。家にタトゥーだらけの男が何人もいたりしたとか、なんかそんな話してましたけどね、栄光のお母さんは。栄光は割り勘の場面になると今度返すと言って結局払わなかった。そういうのも多くて中学の同級生から嫌われていた。中学時代に私のグループに彼女が入ってきたせいでみんなから無視されたことがあった。もう関わりたくない。 A 子の同級生のお母さんも正直何やってもおかしくない子だと思っていた。 A 子ちゃんの家庭環境はかなり複雑で、最終的にシングルマザーになったお母さんと暮らしていた。お母さんは飲食店とコンビニの掛け持ちをしていたアパート住まい。 A 子ちゃんは高校生の頃そのアパートの空き部屋に勝手に入り込んで仲間と酒盛りをして騒ぎになったこともある。親としてはあの子と遊ばないでと言いたくなるタイプの子で、事件を起こして捕まったと聞いてもあまり驚きはしないですと。だから A 子の家庭はそんな感じ、複雑なシングルマザー。ただ内田理子の家庭は両親しっかり健在、ただ土建屋です。やっぱりヤンキー家族みたいなねところですね。やっぱりヤンキーの子供ってやっぱヤンキーになるんだなって感じがしますけどね。内田理子が言うには、村山ルナさんに対し言葉遣いが気に入らなかったって言ってるみたいですね。なめんなよと。年下のくせに。みたいな。焼き入れたるでと。で、内田理子が一方的に怒りを強めていたと見られる。それで SNS で金銭を要求し、10万円を支払う約束をしたと。怖いから。でもなんで行ったんですかね。なんだろうな。そういうのって行かない方がいいのにと思うんですけど、なんで行くんだろうと。それで連れ去られた。内田理子の知る女性の中には以前からトラブルの噂が絶えなかったようだと話していると。で、これは僕、その、果たしてどれぐらいの罪になるのかなって考えてて、凶悪な事件じゃないですか、話を聞いてるだけで。もう結構腹立って聞いてる方が胸くそ悪いというか不条理というか。だから、まあ、こういう事件っていうのは裁判員裁判制だろうなと思ってるんですけど、じゃあ自分が裁判員だったら、っていう風に思って見てるんですが、まずやってるのが、まず最初勝手に怒って因縁つけてるわけじゃないですか、ヤクザみたいに。で、金払えと。だから恐喝で捕まってもまず恐喝ですよね。で、恐喝の後監禁ですよね。監禁暴行ですよね。その後わいせつってのがあるんですよね。何をしたのかちょっとわかんないですけど、まあ、裸にして、動画撮ったりで晒すぞって言ったのか何なのか。まあ、そういうのやりそうじゃないですか。そういうチンピラは。で、最終的に殺人ですよね。かなりの罪を一人で背負ってる。亡くなった人が一人っていうところがあるので、果たしてそれが死刑にまでたどり着くのかどうなのか。これに関しては、どう考えても同情の余地が一つもないんですよね。まあ、いろんな事件があるじゃないですか。いろんなこういう凶悪事件、殺人事件があるだけあっても、ちょっとだけ分かるところがあるっていうね、組むべき理由はあるなって思うことは多少あるんですよ。あ、なんか、恨みを、やっぱりこれはそういう衝動に駆られるんだなっていう心理的な状況があるんだなっていうのを、まあ、組むべき理由っていうのは多少はあったりするけど、これに関しては聞いてるところ一個もないんですよ。もうこの内田理子っていうやつが、こいつを野放しにしててたら同じこと起こるぞっていう、なんかそこしかないというか、多分反省すらしてないんじゃないのかなと思うと、更生の道はないっていうことで、一人の殺人だけどやってることがあまりにも残酷すぎるので、死刑ってあり得るのかなと。少なくとも無期懲役までは行くんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。簡単に出てくるやつではないと。一緒に捕まってる奴らについても10年以上の刑期にはなってほしいなと思うんだけど、まあ、ただ、そこは上場の余地があるんじゃないのかなと思うのは従属的だったんじゃないのかなと。内田理子が、やれって言ったら、
怖いからやってるっていうところもあるんじゃないのかなと思うと、まあ、主犯としてこのリコが一番の問題だと思うし、いろいろ動画出てるじゃないですか。やりそうなんですよ。やってもおかしくないんですよね。もう絵に描いたような底辺のやばいやつ。僕はこれは死刑あるのかなと、極刑あるんじゃないかなというふうに思って見てますけどね。